恋する体づくり。はい、ボディメイクトレーナーのマリです。さあ今日は久々の動画なのにこんなブラックドレスで登場ですが、こういうドレスを着た時に人から褒められる姿勢の取り方についてお伝えしていきます。レッツゴー。はい、最近ですね、延期になっていた結婚式とかが開かれるようになって、生徒様たちの中にも、まあ、主役の花嫁様であったり友人の結婚式出席が続いていますっていう子がいるんですけれども、ぜひぜひそういう場面でこのポイントで姿勢をとってみてください。で、ポイントは4つ。そしてその後ちょっとですね、最大の注意事項をお伝えしていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。はい、でポイント4つですが、まずは肩、腕の付け根の位置、そしてバスト、トップ位置、次がお腹の状態とラスト、頭の位置です。さあ姿勢の比較をして見ていきましょう。この状態、肩の位置、バストトップ位置もだし、まあ、向きもですね、とお腹の状態、頭の位置、これが肩が後ろに引けてしっかりと下がって、腰の方向に下がっていること、バストが上向きでトップ位置が高いこと、お腹が緩んで突き出ていないこと、そして頭の位置が前に出ていなくてしっかりと聞けていることです。この違い分かりますでしょうか。意外とね、無意識になると皆さんこの姿勢になっていたり、座る時もねこんな感じになっているので、さっき言ったポイント、肩を後ろに引いて下げる、バストトップ位置は上向きに上げる、胸を張るとお腹が出っ張りやすいので、ここは引っ込めてしっかりと力を入れておく、頭前に出ているとちょっとね見た目が不細工なので顎を引く、で顎を引くときはこう引くんじゃなくて、よいしょ、後頭部を後ろに引きながら顎を引いていきましょう。ぜひぜひこのポイント意識して出席してみてください。でね、まあこれはパーティーの中とか人前でまあ、綺麗に見せたい時にぜひやってほしいんですが、こうイメージを持ってらっしゃる方は、女優さんは家の中でも鏡をいっぱい置いて常に人に見られている意識でとかあると思うんですが、そんな状態でずっといたらね、体がバキバキになっちゃってストレートネックを助長してしまったりとか、もう疲れが取れません。メリハリです。そういう場面ではしっかりとこの状態をキープする、お仕事の時とかもこうやって猫背にならないように意識してみるっていうのはとても素晴らしいことです。日々の習慣化なので。ただその分、お家に帰ってゆっくりするときはだらんと逆サイドを緩めてあげましょう。これでね、体もメリハリが生まれてきて疲れにくい体作りになります。はい、いかがだったでしょうか。肩の位置、バストトップ位置、お腹の出っ張り具合、そして頭の位置、意識して華やかな場面を楽しんでみてください。私もですね、昨日ちょっとそういうドレスコードありの、パーティーに出席する機会があったので、このブラックドレス、今日までのレンタルなので、動画撮ろうと思って撮っております。なんかやっぱり非日常的な、華やかなドレスを着るっていうのはワクワクときめきますね。なんか皆さんは自分がどういうドレスを着こなしたいでしょうか。まあ、花嫁さんとかであれば、ウェディングですけれども、このブラックドレスね、結構探してはみたんですけど、すごく気に入ったけど最終もうちょっとみたいな感じでした。次はですね、二の腕綺麗に出てると思うんですけど、もうちょっと鎖骨を見せるような形がスッキリと好きです。でもバストとウエスト比はぴったり来たし、で綺麗に足が見える高さ、長さだったので、めちゃめちゃちょっとテンション上がりました。どういうドレスを
着こなしたいか、そしてそういう時に躊躇なく、なんかあこれでいいよしみたいな、でも日本で出すしとか思わないようなお体作りをぜひぜひ一緒にやっていきましょう。パーツ作りについては、まあ、概要欄に貼っておきます。で次の動画ぐらいでこういうドレスを着こなすときに私が思う大事なパーツ、見せるパーツについてお伝えしていきます。このチャンネルでは自分の体に恋したくなるような、そしておしゃれしてデートに出かけたくなるような、誰かに恋されるような、そんなお体作りのコツを配信しております。チャンネル登録いただいてまたご視聴いただけるととっても嬉しいです。ではでは。